いいね、はい、始まりましたね、ヒカ先生とこうやってコラボ公演。だいぶ遅れちゃいましたけど、とんでもないです、全然大丈夫です。本当にこう皆さんとこの素敵な空間で一緒に学べることが僕幸せだなと思ってて、それでなんか、なんて言えばいいのかな、ラブリーって何者なのみたいな、そういう意見を伺ったので、少しラブリーって何なのかなみたいな、少しお話しさせていただきます。本当僕今44歳なんですけども、去年急激に変わりました。なんでかっていうと、今までは、自分を否定していました。あと、もうめんどくさいから行動しない、あと幸せは天から降ってくるって思ってました。うん、幸せは天から降ってくるって何かなみたいな、もう他力本願、自分は頑張んないけどきっと何かいいことあるのかなみたいな。でも生まれ変わったんですよね。それは自分が行動することによって、世の中が変わっていくみたいな。もう待ってても何も変わらないんですよ。自分が動くことによって、世の中が変わっていく、また自分が成長していくんですよね。なんかそれに気づいて、去年、2月28日に講演会になると決めて、そして、日々毎日、学んで、いろいろ発信させていただいてます。また YouTube も300本突破しました。おイエーイ、せーの、いいね、はい、一応毎日1本以上上げてるっていうのをほんと続けてきてよかったな。ほんと見てくださる方が1人以上いらっしゃる、もうそれだけでもう自分は今後売れるなって、やり続ければ絶対に花が開く、諦めたらそこで終わりみたいな、本当続けている限りは絶対成功に近づいていってるので、本当にそれはもう毎日毎日やり続けていこうと思ってます。で去年変わったんですけど、その前までは本当にどうだったんだ、自分を否定するですよね。もう自己肯定力がすごい低いかったんですよ。仕事中も、どうせ、売り上げ例えば2万、タクシー運転手ね、1日2万稼がないといけないとしたら、どうせ俺なんかどうせできないよ、だからじゃあもう1万円やったらもう仕事に帰っちゃおう、今日はそれ1万円やったら帰っちゃうみたいな、そういえば、なんていうのかな、朝起きようって思うんですよ。朝起きようと思っても、やっぱ眠いからあと30分寝ようみたいな、タイマーまた30分かけて、でまた30分後になって、あ、まだ眠いから30分間寝よう、タイマーかけて寝ようみたいな、もうそれの繰り返し。僕ね、タクシー運転手になって朝早く出れば稼げるって分かってんすよ。朝早く出れば分かってんだけど寝てしまう、でもまたタイマーかけて寝てしまうみたいな、それの繰り返しばっかりの本当人生でしたね、タクシー運転手。でも自分が変わった瞬間からはやっぱね、朝一発で起きれるんですよ。朝一発で起きて、目覚ましが鳴ったら起きるみたいな、とりあえず布団から出ちゃう、布団から出ちゃえばね結構起きれちゃうもんなんでね、はい、でも昔は本当に自分朝に勝てない、そんなラブリーでした。あとは面倒くさいから行動しない。僕ね、あの奥さんはすごい出かける人なんですよ。奥さんはめっちゃ出かけるんですけど、僕は全然出かけたくないみたいな、最寄り駅が西大とか高島平なんですけど、もう電車に乗りたくないみたいな、近場でご飯食べたり、近場のちょっと公園行ったり、とにかく板橋区から出たくないみたいな、電車乗りたくないみたいな、そんなスタイルでしたね。今は出かけるようになったんですけども、昔はだから本当出かけないから家でずっとプレステーションのゲーム、信長の野望をやったり、本当ゲームばっかり。で休みの日でもまあゲームやって、ちょっと昼飲みして、で昼飲みして帰ってきて寝るみたいな。でまた起きたらゲームやって、でまた一杯飲んで寝るみたいな、そんな生活でしたね。とにかくめんどくさい。だけど今変わったのは、めんどくさいに打ち勝つ
これは思ったらすぐやる、ゴミ落ちてたらすぐ拾うみたいな、思ったら即行動、思ったら即行動、これを意識してますね。外でもゴミが落ちたら即拾うみたいな。これねでも結構訓練したんですよね。ゴミがあるな、今急いでるから無視しようって行くわけ、10歩ぐらい。あ、でもこれ拾わないとまた昔の自分になっちゃうよみたいな、だからまた10歩戻って拾うみたいな、そういう活動をなんか自分に負けないみたいな、そういうのをしてますね。めんどくさいから動かないじゃなくて、まず動く、まず動くみたいな、すごく大事。うん、あと幸せは天から降ってくる。僕ね努力が嫌いなんですよ。だから全然努力しない、だけど幸せになりたいなと思ってるわけ。ほんで僕ねいつもこんな妄想ばっかりしましたよ。寝てるでしょ、で起きたら枕元に100万円あるんじゃねえかなみたいな、で玄関から出るでしょ、玄関出たら100万円置いたんじゃねえかなみたいな、そんな妄想ばっかりしましたよ。でなんか僕44歳なんですけど、球、野球の球いきなり170キロぐらい投げれちゃうの、このか投げれちゃうみたいな、いきな何も努力しないですよ、いきなり球投げれちゃうみたいな。それでいきなり、プロ野球選手として活躍して何も努力しないんだけど年俸すごいたくさんもらっちゃうの、そんな絶対にありえない妄想ばっかりして生きてきましたよ。だけどそれ意味ない、そんな妄想して、妄想も大事なんですけどね、妄想も大事なんだけど、自分でどうなったらできるのかなみたいな、日々どうやって成長していこうのかなっていうのも大事、そう妄想もこう大事なんですよ。だけど現実からこうあんまり離れすぎてるのもなんかもったいないかなみたいなのは思いましたね。はい、そんなラブリーがずっと、だからもうずっと43年間、すごいネガティブで、あ、そうそう、すごいネガティブだったわけで、あ、一つ言い忘れた、幸せは天から降ってくる、これ実は合ってるんです。なんでか、どういうことかっていうと、天は自らを助くるものを助くっていう名言があるんですけど、自分が本当にできる、自分は本当に何でもやれるって思った時に神様は見てるんですよ、輝いてる人のこと。神様は輝いてる人にしか応援しないわけ、輝いてるから見えるわけだけど、自己否定したり自分のなんか嫌いだなって思ってる人、言ってる人は輝いてないでしょ、になんかどんよりした鈍い薄黒いみたいな、そんな人は神様見てくんないんですよ。だから輝いた時に天からこう贈り物が来るみたいな、そういう風に思って生きていくってことが大事だなってラブリーは思ってます。はい、そんな感じです。はい、今日は僕のいつも大好きな自分を愛するお話、道徳、あとこのもう一生もんの、なんていうのかな、考え方、話し合いの価値、もうこれだけで本当人生変わっちゃう、話し合いの価値、これのなんていうかな、システムみたいなのが分かれば、もう本当に友達関係もうまくいくし、友人関係もうまくいくし、子供ともうまくいくし、この話し合いの価値、いや伸びたす、よいしょ、アイ君元気、うん、全部大事なんですけども、今日特に話し合いの価値、うん、皆さんに聞いてってもらいたいです。はい、僕ね、いつも自分を愛する自分を愛するっていう、自分が僕が変わった原因でもあるんですけど、もうね、やっぱね、自分のことなかなか愛せないんですよね。やっぱ嫌いだったり、なんか僕の自分の顔嫌いだったりとか、なんかどんくさいなみたいな、うん、なんかね、僕ね、昔ですよ、自分を愛することができなかった時って、なんか銀座行くのは僕銀座が似合わないから、僕なんかが行ったら銀座の価値が下がるみたいな例えば表参道、表参道行ったら、なんかそういうおしゃれとか行ったら表参道の価値が下がるよみたいな、そういうの持ってたらもう近寄らないように、近寄らないにしてたんですよ。だけど今は自分のこと超愛してます。うん、愛って何なのかなみたいな、愛って何なんだろう、うん、え、わかんない、あ、うん、そうなんですよ。愛っていうのは一人一人もう無限にあっていいと思う。70億個愛ってどういうものなのかなって僕いいと思ってます。で、分かりやすく、分かりやすく言うと、愛するっていうのを尊敬っていう言葉に置き換えた時分かりやすくないですか。
自分を尊敬する、自分を尊敬する、自分すごいよって、自分何でもできるよって、自分いやラブリーはイケメンだよみたいな、自分かっこいいよって勝手に言い聞かせていい、勝手に言い聞かせていい。そうするとすごく分かりやすい。自分の自己肯定力が低いとやっぱね、目の前の人のこともやっぱ大事にできなかったりもする。例えば目の前の人にラブリーかっこいいよって言われた時に、僕は自己肯定力高い、自分で自分のこと大好きだからかっこいいって言われたら、あ、ありがとうって言えます。だけど自分のこと嫌いな人、自分のこと尊敬してない人はかっこいいねって言われたら、え、嫌味ですかそれ、そんなこと言わないでくださいみたいになっちゃう。だから本質、目の前の人が正しく褒めてくれてるのにその本質にたどり着けないわけ。だからとにかく自分のことを尊敬する、すごく大事だなって思います。そして自分に興味を持つ。今から自分が大好きな人ちょっと思い浮かべてください。10秒間自分が大好きな人ですよ。アイドルでもいいし、尊敬する人でもいいし、アニメのキャラでもいいし、スポーツ選手でもいいから、ちょっと10秒間考えてみてください。自分の大好きな人、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、浮かびましたね。はい、その人とと同じぐらい自分に興味持ってください。はいはいはい、次いきます。次、自分のことを応援する。テスト勉強の時にさ、あ、何なのかなこれ、自分できんのかな、できない、あ、テスト受かんのかな、受かんないのかな、そういう時にただ自分を応援すればいいんですよ。よし、できるぞ、勉強できるぞ、俺はやれるぞって、本当にこう自分をね鼓舞する、応援する。例えば何でもいいんだ、言葉で言ってもいいし、自分はできる、自分はやれるぞみたいな、えいえいおみたいな、そういうこともすごく大事。あ、手が上がりましたね。こうこれすごく意味があって、コンサートとか行った時にイエイ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 ってやってる人います？いないですよね。必ず肩より上に上がってんですよ、イエイみたいな、おおみたいな、行くぞみたいな。そうするとテンションが上がってる状態、これ日々日常でもやっていいわけ。鏡の前でよし朝起きたやるぞみたいな、これだけでテンション上がっちゃうみたいな。本当に自分を応援するっていうことがすごく大事だと思います。うん、次に真逆のことを考えてみましょう。うん、単に自分を尊敬しない、自分に興味を持たない、はい、自分を自分のことを応援しない、そうですね。なんかおのずと答えが分かってくるかなって思います。はい、僕ね、すごい素敵な、好きな人がいて、マザー・テレサっていう方がいらっしゃるんですけども、あの、愛する、愛するって言葉あるんですけども、グーグルと、愛するの反対は、憎しみって出るんですよ。うんうん。マザー・テレサは、愛するの反対は、無関心って言ったんですよ。深いなーって思いました。愛するの反対は無関心。そう、自分に無関心になってないかな、自分の心の状態に無関心になってないかな。うん、本当に自分の心、体に関心を持って生きていけたら僕は幸せだなって思います。本当に自分を愛して自分を大好きになって生きていきましょう。イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございます。はい、ここまでで自分を愛する話は終わります。ちょっともう来月、新年度入ってきますね。これちょっとディスカッションっていうか、1人1分で4月からこれやりますみたいな、1人1分で、話していただいて、終わったらイエーイ、せーの、いいね、やっていきたいと思います。はい、じゃあ僕やって、いくちゃんやって、えみさんやって、ピカ先生、はい、振っていきましょう。はい、はい、僕も4月からもう本当にボランティア活動、本当に高島平、板橋区のためにもうどんどん輝いていこうと思って、
本当にあのおじいちゃんおばあちゃん、お母さんお父さん赤ちゃんのためにね、どん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 ここから、リビングプラスワンっていう場所、もっといろんな場所でもね活動していきたいと思ってます。とにかくボランティア活動頑張るぞ、イエーイ、せーの、いいね。いくちゃんお願いします。はい、私はちょっと4月から仕事をしようかなと思ってます。そうで、あの、まあ、おいくんはラブリーが見て私が仕事みたいなスタイルをちょっと取ろうかなって考えているので、また新しい出会いだったり気づきだったりそういったものがいっぱいあるかなって、家族みんながまたなんか輝けるかなっていうイメージが湧くのですごい楽しみにしています。以上です。イエーイ、せーの、いいね。はい、さあ、エミさんお願いします。はい、私は4月から、はい、盲学校の学生になるので、おめでとうございます。多分その中で多分いろんな学生生活でコロッと変わっていくと思うので、それを人間関係とかも、できたらいいなって、いろんなことも挑戦できればいいなと思います。いいっすね、いいっすね、いいっすね。はい、イエーイ、せーの、いいね。ダピカ先生、いやー、はい、皆さんもすごいな。いや、僕はいっぱいありますよ。はい、一つ目は、はい、神秘化放送局事業化です。おお、かっこいい。まずはチャンネル登録1000人に行って、まずは収益化ですよね。はい、でもう一つはもちろん事業化するにあたって、はい、やりたいことは、うん、目標っていうか、まあ、やっぱ僕結構なんかパソコン関係で結構なんかスキルが高いって言われてるんで、それに対してまあピカ放送局で宣伝をしながらオンラインサロンを開こうかな。いいっすね。そこでカモ先生みたいな感じで何かこう講演みたいな感じで、なんかそのあれですね、心の勉強とかあとはいろんなノウハウっていうのをちょっとやろうかなっていうことを考えてます。であとはまあゲーム関係で言うと、まあもちろん音楽ゲームと、まあ、艦隊コレクションですね、はい、そこら辺をやっぱりもっと広めながら、うん、いつか、まあ、ピカ放送局主催でオフ会広がこうなって、めっちゃいい、ゲーム関係のオフ会です、ね、あ、いいですね、それを考えてます。あ、いいですね、いいですね。で、もう一つはやっぱり日本全国ちょっとやっぱりリスナーさん結構見ていらっしゃるので、あ、それの、まあ、まあ、挨拶というか、まあ、旅行ですよね。リスナーさんに会いながら日本をこういいっすね、横断縦断するっていう、はいはいはい、そこら辺も、考えてます。まあちょっといろいろあるんですけれども、うん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 、まあ、あとやっぱり、まあ、ちょっともう一つはサブチャンネル作ってるんで、はい、やっぱり僕は精神的な病抱えながら生きてきてる人間なんで、うんうん、まあ、それを生かしながら、うん、うつ病だとか、うん、発達障害、知的障害で悩んでる人を助けれるような、そういう、そういうチャンネルを1個作って、まあ、それを、まあ、元にしながら、なんか、いろんな人にこう、会う人を変えて、いろいろ学んでいきたいなという。あともう1個は、まだ、どうぞどうぞ。もう1個、倫理法人会の役職つくことです。はい、いいっすね。来年、今年9月に、はい、多分年度更新するんで、はい、まあ、ひょっとしたら、まあ、なんか言われんじゃねえかなと思うんで、0.1 秒以内に入って言えるようなかっこいい、そういう覚悟で、やろうかなと、はい、まあ、あとは倫理指導を受けて、はい、倫理法人会で、まあ、講話をするっていうところですね、以上です。イエーイ、せーの、いいね。もうこの空間、もう今地球上で一番輝いてますよ、この空間が。本当に皆様の夢を語る、こう希望をお話聞いて、こうジーンとくるっていうか、パワーをもらったなって思います。本当にありがとうございます。こうまたこの熱を持ってね、ちょっとまた次の道徳のお話させていただきます。本当にありがとうございます。温まりました。超空気がいいです。はい、道徳、もう道徳ね、いろんな意味があるんですけども、はい、良い行い悪い行いはしないみたいな、いいことだけしましょうみたいな、そういうふうに思っていただければいいと思います。はい、でこう順番があるんですよね。僕この3つだけ
明るく元気に仲良く喜んで行動する、行動するは働く、家事をするでもいいんですけど、この3つができてればあともう何にもいらないんじゃないかなみたいな、道徳もう本当に大事みたいな、これ以外は余計なこと考えなくていいみたいな。で、順番があります。明るく元気にいることまず、で、仲良くする、これどうかな。超暗い、超陰気、いつもなんか悪口言ってる人と仲良く、そうなんです、できないんですよ。そして仲間とまた喜んで行動することがやっぱできないわけ、喜んで働くことができないわけ。だから一番最初に明るくそして元気にみたいな、明るく元気だから仲良くできて、仲がこの輪ができて、そして喜んで行動する、喜んで、お仕事する、タクシー運転手だったらタクシーの仕事喜んでする。でも僕はでも昔はいやいや、あーしょうがないかな、食べるためにしょうがないから働くか、しょうがないから働いているとやっぱ売り上げも低いんですよ。でも僕喜んで働いた瞬間やっぱ給料 1.5 倍になりましたからね。本当に20万だった給料が30万になっちゃう、すごい本当に喜んだ瞬間ですよ、喜んだ瞬間給料が上がる。本当にいやいややってる、だって男の人、まあ女性もそうなんですけど、働いてる時間が3分の1ありますから、大体ね8時間労働ね、その中の3分の1いやいややってたらもう人生損しちゃう。そう、とにかく仕事は喜んで働く。うん、なんだっけ、働き方改革の話ありましたよね、時間を短くするとか、有給使いとか、そういうのでもいいですよ。あ、そ、仕事嫌いなのかな、ん、いっぱい仕事したいみたいないいよ俺、週休いいよ、週休2日だけ、週休1日、うん、ちょっとなんかやれることやりたいみたいなそのぐらい情熱持ってできたらいい。じゃあいいんですよ、でも2日休んで家族を取るもん、それも全然 OK、 いろんな考え方があっていい。ただそういう時間とか、休む日にとらわれないことが大事かなって思う。いろんな考え方あっていいですけどね、ただとにかく働いてる瞬間は喜んで働く。うん、で皿洗いとかもそう、あー皿がいっぱいあるな、嫌だな、いやいや、やってるとなんか台所がどんよりした空気になっちゃうからだから皿洗いする時も喜んで家族のために洗います、よいしょみたいな、洗うよ綺麗になるかなみたいな、そうするとね、なんか不思議と心が整ってくるんですよね。あー家族のために輝いてるラブリーがいるなみたいな、そんな感じ。とにかく何か行動するときはしかめっ面しないで喜んでお仕事させていただく。で皿洗いも、お掃除何でもそう、トイレ掃除とかもそう、喜んで、家事をしたらそれは楽しいですよね。トイレ掃除なんかも、トイレの神様は一番尊い、だって自分の出すものすべて受け止めてくれるからね、こんな尊い人はいない、そこを表させていただけるのは本当掃除させていただけるのは幸せだみたいなそんな感じで日々生きてきたら幸せだなと思います。はい、この道徳の話、明るく元気に仲良く喜んで行動する、喜んで働く、喜んで家事をする、これ頭の中に入れといてくれたら本当嬉しいですし、本当に余計なこと考えないで本当にこの3つを、心の中に留めて生きていくこと、それが僕大事なことだと思います。道徳の話終わり、イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございます。はい、そしたら今道徳の話を聞いて一人また一分ずつディスカッション、キョトンになっちゃいましたキョトンになっちゃいました。なんか一言一分以内なので、あの一言でもなんかいただけたら嬉しいです。はい、じゃあまたじゃあいくちゃん、はい、はい、まあシンプルで分かりやすかったけど、本当そうだなと思って、うんうん、何をするにも、うんうん、心というか、あ、気持ちっていうか、あ、いいこと言ったね、うん、で捉え方だったり、うんうん、何か起こった時とかも自分がどう捉えるかで、うん、どうとでもな、どうにでもなる、あ、そうっすね、うん、捉え方ですね、うんうん、明るく元気に、うん、まあ、笑顔でっていうのが、う
まあ、私はまたイメージしたけど、うんうんうん、なんか笑顔があれば、おっしゃる通りですね、ハッピーになるし、うんうん、自分の気持ちも、うんうん、でそういう人が集まってくるなって、おおっしゃる通りですね、うん、おっしゃる通りですね、私はおかげさまで、あの葵くんもいつもハッピーハッピーが口癖なんだけど、うん、そうですね、いつもニコニコしてて、うんうん、毎日一緒にいて幸せ、葵、うんうん、くんと一緒にいるから私も笑顔で幸せなんだろうなって思う、うん、そうですね、この輪がどんどん広がれば、そうす、ね、うん、よりいい、よくなるな、あ、いいこと言ってますね、はい、めっちゃ、うん、そう、自分が輝いてるから目の前の人が輝いて、それまた周りが輝いて、どん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 地球が良くなってきますね、うんうん、素晴らしい、私の周りにもいい人しかいないので、うんうん、うん、そうですね、はい、ありがとうございます、イエーイ、せーの、いいね、さあ、エミさんお願いします、私が一番心に響いたのは、うん、明るく元気に、おー、はい、なんだけど、うん、多分自分が明るく元気でいたら、うん、多分周りの人も集まってくると思う、うん、思うんですよ、うん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 、自分が病気がちだった、うんうん、暗かったらそういう人たちしか集まってこない、うんうん、あ、そうすね、だからそうす、ね、自分が明るくて元気でいていれば、うんうん、多分必然的に周りの人たちもそういう人たちが集まってくるんじゃないのかなって、うんうん、だからそれが私はね、うん、同感、めっちゃ同感、響いた、あ、ありがとうございます、響きました、はい、はい、イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございます、やっぱりですね、はい、社会人になって、うん、なんか忘れちゃったなっていうのはやっぱりありますね、うん、学生時代の方が楽しかったっていうのはこれは理由があって、うん、何その遊んでるっていうわけじゃなくて、うん、大学院時代は研究ばっかりしてたんですよ、うんうん、勉強ばっかりしてたんですよ、うん、でよく、まあ、学部生にピカさん寝てくださいと僕は始発列車に乗って7時に大学行って、で19時まで、まあ、あの研究とかなんかいろいろジムとかしてたんですけど、あー、すげー、だから学部生は同じ同期の院生よりも遅かったんですけど、うん、まあ結構みんなに、まあ、僕結構朝方だったんで、うんうんうん、どっちかっていうと学生時代の方が倫理になんか向いてた行動してたなと思ったんですけど、まあ大変かもしれなかったんですけれど、でもやっぱり学生時代はなんで楽しかったかって言ったら、うん、やっぱり喜んで研究してたっていうのが一つあったと思うんですよ、うん、で対して社会人になってから、うん、あの8時半から17時半までが終了時間なんですけど、うんうんうん、まあ面白くはなかったですね、うん、面白くはなかったんで、うん、結局まあ山田先生がおっしゃってたように、はい、だん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 心がズタズタになって、はい、そのいやいや仕事をしていくと、だんだん心が嫌になっていって、はい、自己否定になっていって、最終的にはうつ病で倒れちゃったり自殺したり、うん、そういう時代じゃないですか。そうですね、そうですね。だからやっぱり、まあ、むしろ、まあ、何人生において、すべてにおいて楽しくやれば、うん、そういう喜びでやれば、ね、一番完璧な人生を送れるのかなと、それがまあ、うん、万人幸福なのかなと、いや、そうっすね、そうっすね、そうっすね、ございますね、うん、なので、まあ、ちょっと自分自身も、はい、まあ、比嘉放送局としてはやっぱり、まあ、もう楽しんでやること、うん、それをやっぱり重点的にやってるんで、うん、まあ、それで、まあ、例えば、まあ、山田先生の、うん、皆さんにお会いできたりとか、うん、まあ、やっぱりこうやって縁があって、うん、まあ講演会に参加させていただいているわけなので、はい、まあ、これをちょっとやっぱり大事にして、やっぱその道徳の3点っていうのをしっかりやっていきたいなと思ってますね、うん、はい、以上です、うん、イエーイ、せーの、いいね、うん、素晴らしい、皆様方さらにこの気が上がったと、本当にもうこの空間最高っすね、もう本当噛み締めてます、本当にありがとうございます、貴重な意見、本当に本当自分が輝いてるから周りが輝くんですよね。だ本当にそう思う。うん。はい。ちょっと間がおかしくなっちゃった。はい。はい。本題っていうか、こう今日一番僕大事にしたい話したかったこと、この話し合いの価値
についてお話しさせていただきます。まあお母さん、わかりやすく言うとね、お母さんとお父さんと子供がいます。子供が100点取りました。お母さんは褒める。ああ100点取ったのね、おめでとうってね。100点取ったから100点、はい、でお父さんは100点取って当たり前だ、勝って兜の大締めろみたいな。でまた10回連続100点取りました。でお母さんはおめでとうっていうわけで、お父さんは勝って兜の大締めろ、油断するんじゃない、人生長いんだからこう気をこう緩ますことはあっちゃいけないんだみたいな。うん、で子供はやっぱね褒めてもらいたいよ。やっぱね、100点取ってすごい努力してやったら、お父さん100点取ったよって言ったら、おおすごいじゃん、100点取ったんだ、すごいねって、やっぱ褒めてもらいたいよ。だけどもう何回も何回もずーっとそういうお父さんだとやっぱ嫌いになっちゃう。だから子供は、だからもう10回連続100点取った時にね、お母さんは褒める。でも子供はもう別室、自分の部屋に行っちゃいました。うん、お母さんはこういうふうに思うわけ。お父さん褒めてよって、お父さん褒めてって言って、そんな言い方しない、もっと強めに、お父さんなんで褒めないのよ、もう10回連続100点取ってんだよってね、認めてあげないよみたいな。でお父さんは、いや俺は褒めない、勝って兜の尾を締めろ、油断すんな、それが俺の格言だみたいなうん、もう2人とも怒っちゃってるね。あ、わかりやすい、 こっちお母さんでお父さんね。で、お母さんを学んでる人とします。お母さんを学んでる人だと。で、学んでる人は、まあ、魂のレベルの高いでもいいんですけども、まず聞こう、冷静になって聞くっていうことにたどり着けるわけ。冷静、大丈夫、感じ合ってますよね。あ、てっきり僕、冷ややかな目で見るもの。おそうかそうか、ブルーで書いてるしね。冷静、冷静、学んでる方、心のレベルの人が高い方が先に、なるほど、冷静になるわけで、お父さんはバーって聞きましょう、私聞きましょうってなって、お母さんはね、お父さん怒ってんだけど、うわーって、お母さん、もう俺の考え合ってんだよ、よいしょよいしょ、いいから俺の言うこと聞いてりゃ、息子はもうあれなんだよ、ずっと100点これから取ってくんだよって。うん、そうだね。で、お父さんも冷静になる時が来るわけ。全部話したから、あずっと怒ってるわけもないから、先に聞く、喋りたい人が聞くの、喋りたいからお母さんは最初に聞いたの。ここで冷静になってずっとお父さんの怒ってるのを聞いてるんだけど、私が喋りたいから先に聞こう、聞いたから喋れるわけだから、怒りから冷静になる。で今2人とも冷静だったから、お母さんがこの場面でやっとお父さんに喋れるわけ。だってもう怒ってない、冷静冷静だったら建設的な意見はできるでしょ、うん、この怒り怒りだったらもう不幸しか生まれない。だってけなし合いだから、自分合ってる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 、もう平行線、時間の無駄、何やってんのこの時間みたいな。でも冷静っていうのはこう議論のね積み重ねだから、どん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 いい話が生まれる。うん、だから自分が話したいな、話したいことがあるなって思ったら、まず冷静になって聞く。そしたらやっと自分の喋れる番になって、お父さんも聞ける。うん、お母さんは、お父さんちょっと褒めてあげてもいいんじゃない、10回連続100点取ってんだよって、勝って兜の尾を締めろ、油断するな、わかりますお父さん、だけど褒めてあげてくださいよってやっと話せるわけ。うん、そしたらもしかしたらお父さんの考え方変わるかもしんない、変わんないかもしんない、だけど丁寧に説明していくから変わるんですよ。いいからああしなさい、いいからお父さん丁寧に説明しなよ、なんでわかんないの、子供泣いちゃってんじゃん、褒めてもらいたいのに泣いちゃってんじゃん、これじゃやる気下がっちゃうよ。で、この2人とも怒り怒りの状態で言ってたら、さっきも言った時間の無駄になっちゃうから。うん、お父さんはここまで冷静まで言ったらも
変わりますよ。いいお父さんになる。お母さんの言ってることが正しいから、やっぱ人は承認欲求があるから、やっぱね、褒めてもらいたいんですよ。だからお父さんもよし、じゃあ褒めようかってなるわけね。でお父さんとここけあのに憎しみだよね。憎しみとか褒めてもらいたい。今までのお父さんだったら、子供はもうんだお父さんやだな、俺褒めてもらいたいんだよ、やだよ、もう嫌いになっちゃってるわけだけど、お父さんが変わった、100点取ったら、おおすごいね、おおまた100点取ったの、すごいねって褒めていくうちに、こう信頼が溜まっていくわけ。信頼が、お父さんに対して子供が信頼が溜まってくる。うん、そうすると子供とお父さんがこう仲良くなるわけ。うん、で次、例えばじゃあ100点次取った時に、子供がお父さん100点取ったよって言ったら、お父さんはおめでとう、100点取ったんだね、すごいぞ。でその後に、勝って兜の尾を締めろよ、油断すんなよって言っても、信頼が溜まってる人に関して言えば響くんですよ。おお、お父さんありがとう、俺のことを見守ってくれてるねって思うわけ。ただずっと勝って兜の尾を締めろ、いいからやれみたいな、油断すんじゃねえよって言ってる人に関しては信頼が全然1ミリもたまんない。だけど信頼関係が生まれた時に、勝って兜を大締めるっていう時は、ああ嬉しい、お父さんかっこいいみたいないいこと言うじゃんみたいな、同じ言葉なのに人によってこう響き方が全部変わってきちゃうってこと。だから本当にこの話し合いの価値、この理論を知ってる、こちらのお父さんお母さん、これ逆でもいいですよ、こちらの話し合い、揉めた時にちょっとでも冷静になる、ちょっとでも冷静になれる人になって、話を聞ける人になろうよなりましょうね。信頼をどんどん貯めてこ、信頼を。そしたらもう揺るがないわけですよ。どんな言葉も裏表なく、もう裏表なくて、もう表だけでね、本質だけを受け取れる人になる、本質だけを発信して本質だけを受け取れる、そんな素晴らしい家族になったらいいなって話し合いの価値を僕勉強して思いました。はい、話し合いの価値終わります。イエーイ、せーの、いいね、ありがとうございます。じゃあまた、いくちゃんの方から感想を聞かさせていただいたら嬉しいです。はい、なるほどなと思いました。なんか、どっちも思いがあってのね、その今の例え話だと、どっちもお父さんも愛ゆえに、そう、愛ゆえに怒ってるからね、そう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 、うん、ありがとう、そう、そこ言った方がいいですね。愛ゆえに、勝って兜の尾を締めるだからね、息子のため、そうそう、息子のためを持って言ってるからね、そうそうそう、ありがとうございます。やってそうだとは思うんだけど、はいはい、もまあね、その親の立場だったり、まあ、自分と置き換えた時には、はい、やっぱり言い合いになったら、お互いこう沸点がこうわーってもう起こってる同士だと、そうっすね、それでもういいよみたいになって話も、ね、うん、できないままで、ほんと冷静になることで、怒ってる方ってやっぱり、うん、なんか相手が冷静になられると、多分なんかはってはってなんかいうか言いたいこと言ったら、まあまあそうね、ね、そうですね、なんだろうなって。私仕事でもクレームの、あの大きく話が多かったけど、うん、今のを聞いていて、うんうんうん、まあそうだなって、怒ってる人ってずっと怒ってないなって。あ、めっちゃいいこと、すっきりしたからこっちに行けるみたいな、そういう、そこそこ、あ、それいいですね。電話を取るといきなり怒ってるのね、みんな、なるほどね、まず電話がつながらないことから怒ってるとか、うん、やっぱ何か、うん、聞きたいから電話してるから、うん、それがもう怒ってるんだけれども、うん、わーって言ったら、あなたに言ってもしょうがないわよね、ごめんなさいって最後になるっていうのが大体、いいパターンですね。そうそうそう、あ、いいっすね、だったなって思いながら聞いていて、うんうん、早くやっぱ冷静になるのが賢いかな、そうっすね、
でも本当ですよね。わかりやすくて、あの、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、いいね。エミさん、お願いします。そうですね。はい、私は信頼を、うん、ちょっとずつでも、うん、なんて言うんだろう、積み重ねていくっていうのが大切なのかなっていうのを思って、うんね、やっぱり信頼がなければやっぱりいい関係はできないし、うん、そうですね、やっぱりそういう風な、うん、なんて言えばいいんだろう、わけが言えないけど、そういうのが、うん、いい関係、うん、お母さん、お父さん、うん、子供、うん、のそういうみんなが信頼関係がないと、うん、いい関係にならないのかなって、うん、そうですね、だから、うん、やっぱり、うん、いきなり否定から入るんじゃなくて、うん、そう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 、なんか肯定から入るっていうのが、そうですね、そうですね、必要だと思うし、うんうんうん、ねだっていきなりポーンと怒られたらなんだってわかります、そうですよね、そうですよね、だから最初はまあ否定しなきゃいけないこともあるじゃん、間違ったことはダメっていうのは、それでもあるんだけど、うん、でもいきなり否定するとやっぱりそれがそこからは信頼は生まれてこないんじゃないかなって思う、おっしゃる通りですね、思いました、その話を聞いてね、うん、はい、うん、はい、ありがとうございます、イエーイ、せーの、いいね、ひか先生、うーん、結構深い内容ですね、ありがとうございます、うん、っていうのは、うんうん、まずその話し合いってこう、うん、まあこれ家族の話じゃないですか、うん、これどこも通じる話だと思うんですよ、ありがとうございます、友人でもそうですし、うんうん、あと仕事でも、うん、他の、まあ僕今日はまあ、会社の良し悪しをみんなここお話しするんですけど、はい、これも会社だけじゃなくて団体、どこの団体でもそうだと思うんですよ、うん、まず信頼を得ること、うん、そこから、まあ、どんどん積み重なっていくことによって、うん、まあ、いろんなことができると思うんですよね、うんうんうん、まあ僕もまあ100点は取ったことないんで褒められたことはないんですけれどもまあ、まあでもやっぱり、まあ、僕自身もなんか例えば部下が何か成し遂げたことがあったら、うん、今日は、飲みに行くよって言って、あ、いいっすね、おめでとうって、今日はもう お疲れ会が飲みに行く、はい、おめでとうみたいな感じで、あ、いいっすね、やっていく感じで考えてるんですよ、うんうんうん、いつもそうやってたんで、うんうんうん、ま、割とまあ部下からはまあ信頼はちょこっとはあるのかなっていう、でもまあ僕も、山田先生、昔の山田先生と同じこう、もう負の向こうしかなかった人間でしたからうんうん、うん、負に染められかけた人間だったので、うんうん、なかなか難しかったんですけど、うんうんうん、今はもう本当に陽しかないですね、大きいですね、陰はなく、昨日もちょっとその、まあ、交流会で、うん、ピカさん陽キャラでしょって言ってんだよって言って、陰キャラですって言って、いやそんなには全然見えないって言って、10人に聞いて10人ともそう答えられましたね、おー、いいっすね、で、まあ、陰と陽って陰と陽、そうです、うん、はい、まあそれで、まあ僕自身も、うん、まあこう陰の部分は出さないっていうふうにこう頑張ってはいたんですけど、うん、やっぱりどうしてもこう向こうが陰で出て陰でこうぶつけられたら、そうですね、なかなかそれをこう払拭するっていうのは、うん、昔はできなかったですけど、うん、今だったら、うん、まあ倫理も学んでて、はい、この山田先生の講演も学ばせていただいて、やっぱりそれをやっぱり自分をこうまあ押し付けたらダメですけれど、うん、そうですね、自分の考えを突き通すことはできると思うんですよ、そうですね、うん、突き通すと押し付けるはやっぱり違う話なんで、そうっすね、突き通すっていうのは自分の考えでそのまま行くっていうことなんで、そうっすね、かっこいい、言われてフラ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 ってこう考え変えてはいけないんで、そうっすね、マネージャーでもうダメなマネージャーはそういうパターンなんで、うん、もう本当に素晴らしいマネージャーはもう一旦決めたらもうここはこうだから誰が言われようともこの道で行こうっていう、そういうやっぱり考えを持っているマネージャーが一番強いのかなって、うんうんうん、でなおかつこう話し合いが、うんうん、部下がなんか愚痴られても、うんうん、同僚に愚痴られても、うん、もうその良いも上の上司になんか言う、もう陰の雰囲気がやられてもそれをやっぱり動じない、うん、
心がやっぱり会社がこう伸びる一つの理由になってるのかな。会社は別に技術力とかそういう問題ではないと思います。やっぱりここから全部かかってくるんじゃないかなと。ああ、そうっすね、そうっすね、間違いないですね。それは会社だけじゃなくても、うん、どこも全部そうです、うん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 、倫理法人会だって全部そうなんで、うん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 、そうっすね。全然できない段階とめっちゃできる段階ってあるんで、うん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 、また川越市に来て、どうか来ていただければ、はい、月末ありますんで、月末再開しますんで。マジか、おお、はい、絶対100パーいきます。はい、以上です。イエーイ、せーの、いいね。はい、もう最高のディスカッションを皆さんの意見聞かさせていただいて本当にありがとうございます。はい、それではラブリーのお話終わります。ありがとうございました。イエーイ、せーの、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。よしよし、ありがとうございました。